こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を言いながら大相撲の世界を制するまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。さて7月場所も目前になりまして、そうですね、はい、ね、あの武蔵川親方からありがとうございます番付を送っていただいて張り替えたんですけどもね、はい、ちょっと残念なニュースも入ってますね。佐賀のオレ部屋が、ああそうですね、前にもね、あの全員あの、ね、うん、団体生活だから、うん、誰が出て誰が休むというわけにはいかないんでしょうけど ね、 それは残念なんですけど、はい、まあ、なんといっても7月場所はね、ついに朝乃山が出てきますね。ですけど も、はい、もう3段目のね、22枚目ぐらいでしたかね、うん、あ、最初からね、うん、そこまでぐらい落ちるっていう、うん、あの目安でね、はい、でもいざ出てくるとなると、力の違いがどうでしょう、ね、その周りと言いますと東海でしたかね、うん、あの武蔵川部屋、はいはい、ゴーシマル、そうなんですね、まあ、ゴーシマルもね幕下でね勝ってたんですけども、はい、朝乃山大関から落ちてきたって言っても力が落ちたとか怪我をしたじゃなくて、うん、ちょっと謹慎で落ちてきてるんでね、まだまだ横綱を狙える力士がそこで取るってことは、当たって砕けろじゃないですけども、はい、思い切っていくしかないし、うん、通じなくても、ね、力をもらえればいいんじゃないでしょうか、まあ、あのもちろんね、また半枚ずれたりして、うん、あの必ずしも当たるとは分からないんですけどね、あの約光さんの方の中にはね、はい、琴手ばかりが近くまで上がってきましたんで、ね、手ばかりは2場所連続全勝、ね、今全勝中ってこと、ですから大和と琴手ばかりの対戦楽しみなんていうようなね、まあ、まあ、まあ面白いですけども、格差があると思います、ね、まあ、それはもちろんね、まあ、朝乃山は怪我をしたとか病気になったとかではないんでね、うん、もう逆にもうむしろこの1年間もう必死で頑張るしか、あの気持ちの持ちようがなかったと思うんですよね。よそにね、あの目を向けれないというか、うん、遊びにも行けないし、一生懸命稽古一つ、うん、あの四股一つにしてもね、うん、もうそれを中心に生活をしてたんで ね、 そうですね、より強くなってより体も出来上がって、うん、これからもう1年ほどは快進撃が、なのでね、あの私はもう、あの誰が負かすかよりも、うん、どうやって朝乃山が負けるのかなと思うね。そうですね、そういえばあの友風もね、もう幕下3枚目まで、はいはい、復帰してきましたけども、うん、もう友風なんかはね、やっぱりそうね、大きな怪我なんでね、うん、危ない体勢になったら、うん、あもうこれ以上はっていう相撲も取ってたんですけども、うん、朝乃山にだったらね、そんなことはまずないだろうし、はい、やっぱり力から考えると、うん、あの当たり前の優勝になるんでしょうけども、まあ、当たった力士全員がここにいる朝乃山に当たることを光栄に思って、まあラッキーといえばラッキーですよね。そういうないですよ、うん、この力でここまで落ちてくるってことが今まではなかったんでね、はい、そりゃそうですね、うん、そうですね、なのでまあ当たって精一杯頑張って誰か任せてほしいっていう気持ちもありますけどね、はい、そこがね見どころではあるんですけども、うん、また恒例のね新幕下の紹介っていうのもリクエストが来てるんですけども、はい、9人9人います。まあ大体毎場所そのくらいですかね、うん、そうですね、大体そんなもんなんですけども、うん、ちょっと紹介していきますと、はい、まず陸奥部屋の上谷ですね。あ、先場所優勝ですか。そうです、これはもう3段目優勝で、でも初めての幕下ですのでね、あ、まあ3段目で、まあ、勢いはありますね、うん、それから、時津風部屋の富豊、はい、お置手風部屋の大正輝、宮城野部屋の来鵬は大学相撲から来た、日体大で、ね、あ、そうですね、まあ、宮城の部屋、はいはい、元に上がってきてるっていう感じですね、うん、そうでしょうね、はい、それから大竹部屋の望月、はい、それから九重部屋の千代虎、あ、がいいっていうか、去年あの衛星放送見てて、記憶に残る相撲を取ってたようなう、うん、まだ19歳でね、まあ、あの最近では珍しい中学での力士で、ね、あ、早いですね、そう考えると負けしたって、うん、ね、19歳で上がりました、はい、が置手風部屋の大秘書、はい、佐渡ヶ嶽部屋の琴拓也、名前は拓也って言ってる、これがね、うん、なんと本名を見ましたら拓也さんじゃないんですね、だからどっから来てるんですね、どっから来てるんだよ、ひょっとしたら恩師の名前とかね、親方に頼んでね、かもわかんないんですけども、私もね最初ね、あの本名が拓也っていう名前だと思う、名前みたいな、しこなんですからね、どっかに書いてあるかもしれないので調べてみますね、はいはい、それからあと一人がね、うん、玉ノ井部屋の東所、あっ新幕下ですか今場所が、大きな力士なんでね、
上がってなかったんですね。そうなんです、もう30歳なんですよ、ね、うん、あ、頑張りましたね。30歳で新幕したっていうのは、うん、遅いといえば遅いですけど頑張ったともう言えますよね。そうですね、まだ上がろうという意欲を持って、うん、松本さんちなみに何歳で？私も遅いかったんですけども、27か8ぐらいだったと思います ね、 ですね、はい。ですからまあ30歳の新幕したっていうことでまたね、ちょっと注目して、そうですね、はい、思うんですけどもね、そういうね、うん、名古屋場所なんですけども、どうですかね、はい、今場所の優勝。ああ、そうですね、まあ、前場所ね、うん、優勝予想は誰ですかとかね、よくもらうんですけども、上位を予想するんですけども、うん、最初から、はい、崩れちゃうんでね、だからもうそうなるともうダークホースとかいう言い方になってきますからね。まあ、照ノ富士が強いんじゃないかというのは今までもよく当たってたんですけども、うん、まあ、正代が頑張ってほしいというのがなかなかね。御嶽海と正代が勝つんですか？そうですね。若隆景が先々場所優勝して、はい、先場所はちょっと優勝の疲れからか、うん、それでも休勝しました、ね、しましたけどね。だいぶ落ち着いてきて、うん、冷静な自分に戻って、うん、相撲を取れたら大関を差し置いてなんですけども、うん、照ノ富士の次に2番手っていう、うん、気もしますけど ね、うん、でも昔から7月場所っていうのは荒れるとかね、うん、あ、そうですね、私が子供の頃も ね、 高見山さんとか優勝されたと思いますけどね、水戸泉が優勝したり琴富士が優勝したりというのも全部名古屋場所ですね。そうですね、はい、まあ、この暑い夏こう体調管理を、うん、特に今場所はもう5月場所終わってすぐぐらいから暑さが始まったからね、うん、でも全員条件は一緒ですから、うん、体調管理とこの暑さをどう乗り越えて優勝に持っていくかですか。楽しみにしたいと思います。まっ、はい、チャンネルでは皆さんからの質問もお待ちしております。本日もありがとうございました。また次回、さよなら。